それは君が決めることではない。知っているか、初めて夢の地を訪れた者は無意識のうちに足を止め、己がまだ固い地面の上に立っていることを確認する。そして一様に空を見上げるんだ。現実であろうと夢であろうと、空を見上げるのは人間の本能。黄金の時が完成したその日から、それはずっとそこにあり、道楽に溺れる夜を見守ってきた。しかし今この夜空は無情にも切り裂かれ、虚無の陰りに染まった。その過程はたった一度の斬撃で終わってしまった。一度、それは正確ではないな。正しくは二度。ただ二度目の斬撃が早かっただけだ。重要なのはそこではない。この宴には多くの招かれざる客が集まっている。たとえ調和が万物を抱擁しているとしても、ピノコニーの平和のためにはその中の何人かにはお引き取り願うしかない。宴の星に君の居場所はないんだ、虚無の人形よ。影の中に生きる者は光に照らされた舞台に立つべきではない。影の中に生きるという点において私たちに違いはないはずだ。少なくとも他人と話すときは本当の姿を見せるべきだろう。ピノコニーの夢の主。君をとどめておけない理由がまた一つ増えた。君が信じようと信じまいと、これが本当の私だ。むしろ全員が本当の私と言える。これがファミリーの言う一つにまとまった心か。私の肉体はとうに消え去った。今はオーク家の107,336 人の子供が私の目となり、耳となり、口となっている。必要な時には私に代わり、この美しい夢の中でハーモニーを広め、また必要な時には私の代わりにこの楽園から悪を追放する。それは私にピノコニーを離れるよう頼んでいるんだな。身の程をわきまえているようで何よりだ。だが残念ながら頼んでいるわけではない。自分にできると思っているのか。私を脅しているのか。ああ、今のは質問じゃない。ただ事実を述べただけだ。私の正体を知った上で悪意を見せる者はあなたが初めてでもなければ最後でもない。同じような状況は過去に何度もあった。
ほとんどの人は先ほどのような問いに対して勇ましく、できないとでもと反論する。だが結果はいつもできないなんだ。自信があるのはいいが、忘れないでもらいたい。ファミリーは謙虚だが、決して軟弱ではない。調和の音は宇宙に響き渡っている。仮に君が従わず、その兆頭を少しでも鞘から抜けば、一生エターナリオンの怒りから逃れられないだろう。そしてその前に137人、これは私が夢の主となってからこの手で追放した異邦人の数で、彼らの中には私の総欲を追った者もいれば、私の肉体を焼き尽くした者もいる。しかし私は今もなおここに立っており、その数字を増やすことも厭わない。あなたは死に向かう。正確にはあなたたち全員が。だがそんなことにはならない。あなたの言う通り、ここから立ち去ろう。とても賢明な選択だ。他に選択肢はなさそうだからな。確かに君にとってはそれが唯一の道だろう。忘れるな。君とピノコニーは異なる世界に属している。彼岸に生まれた者は死岸に居場所を見つけることはないのだ。立ち去れ、そして永遠に戻ってくるな。宴の星の光はあまりにも眩しく、多くの偽り者、悪人、罪人を引きつけてきた。しかし、いくら調和であっても、虚無の自滅者を歓迎することは絶対にない。その自滅者が、周囲のあらゆるものを道連れに、滅ぼそうとしているのなら、なおのことだ。君の力は明らかに、眠る無双者の贈り物。そこが見えず、まるで深淵から流れ出る支流のように、生きとし生ける者に死と罪をもたらす。読み、まさにその名の通りだ。これは彼岸から来た者の忠告だと思ってくれ。ピノコニーは調和の道から外れている。それは私よりもあなたの方がよく分かっているはずだ。あなたたちの目的が何であれ、私には一つの結末しか見えない。それは果てしない虚無。その影の中で溺れ死んだ全ての世界と同じようにな。